七座山の一七座山は、秋田県の白市二津市町にある七つの山の総称である。君、町坂の米城川を挟んだ対岸にある。また、七座山の最高峰である権ン座を望むように七座神社が鎮座する信仰の山でもある。最高峰の権ン座は、右の写真でも、米城川を挟んで最も高く見える山である。 権ン座と松座には三角点が設置されている。七座山は二つ以上のほぼ中央部を南北に縦断し、七つの峰を持った連山である。座とは岩石の多い険しい場所を意味する。七座神社上流で、兄川が七座山北方で藤琴川が米城川に合流している。七座山は東側の両線に両海岸の大岩壁や、 天然秋田杉の美林を有している。この天然秋田杉の林は、久保田藩時代に五字さんとして保護され、天然秋田杉を主体として、ブナ、板やカエデ、水なら土地の木、カツラなどの紅葉樹を含む天然林である。この山が五字さんとされたのは、川のすぐ上にあることから、緊急な木材の要求があった場合に短時間に、 木材を運ぶことができる地の利から選ばれたものとされている。七座山は東西で植生が一変している。西側の稜線には日本海からの両風の影響で赤身の犬継ぎや裏地を洋楽などが育成している。西側斜面は昔は草刈り山で木が一本も生えていなかった。馬に食べさせる草を育てていたが馬を使わなくなった。 昭和30年代から木を植え始めた。東側の根性林は、紅葉樹の種類が豊富で、黒ビータヤや、エゾヒノキ、アワブキ、キバナ走りどころ車クルマバツクバネ草などの生育は珍しく、ブナは標高100メートル内以外から多数分布し、低林やシブナ林として貴重である。四チシダは分布の北限とされている。天然杉は平均樹齢200年程度で、 紅葉樹は80から180年程度の樹齢である。原生林といっても、1774年と1785年に、次が1200本に余り伐採された記録が残っている。明治時代に入るまでは、神社奉行の保護を受け信仰の対象として伐採が禁止された。明治30年以降は、保安林に編入され保護管理が徹底され、 山火事などの事故もなく、現在に至っている。江戸時代にはあと直山にとなり、失火や違法伐採の責任は、地元の村の責任とされたので、村では、内山守るを置いて、監視に専念させた。村には、木材の払い下げなどの恩恵もあった。昔から、七倉山一帯は修行の場として、信仰を集めていた。 1764年半には因営戦により七座山は天神七代が鎮座する聖地であると否定された。その後、七座山は気候文などに数多い絵図や記録が残されている。記録によって座名が異なっていて、次のようになっている。1788年古川小松県は七座神社を訪れ、七座山。 1955年10月19日午前10時46分頃、二つ井町を中心として、二つ井地震が発生する。有感余震が60回以上あり、負傷者4名、建設途中の響村の響橋のトラスが落下するなどの被害が相次いだ。この時、七座連山の一つの赤座山の頂上から、白煙が勢いよく吹き上げていることが観察され、警察や、 消防団が動員され警戒に当たった。調査の結果、七倉山周辺で、地割れや落石は確認できたが、噴火は認められなかった。また、この二つ井地震の震源地は七座山の南方周辺で、震源は浅いものとされ、その地震を引き起こした断層らしきものも発見された。1977年6月15日、 秋田伊佐奉新社の新観光秋田三重慶の九位に、原生林の七座山が選出されている。七座山の獅子頭七座山の権現座の東の斜面には岩屋があり、その内部には、縁人作と伝承される獅子頭がある。江戸時代にはこの獅子頭を、権現様と言い,い、庶民の信仰対象になっていた。現在でも、脳卒中の神として信仰されている。 この獅子頭は、江戸時代の気候下である、菅江雅美により、絵として記録されている。現在の獅子頭は長い年月のうちに風化が進んでいる。菅江雅美の絵図とも大きくかけ離れて、ごんの岩屋の中には火を焚いた跡がある。また、この近くには、井戸っ子という小さな脇。これは七座神社の祭神の一つである、天神神として信仰されている。 雨乞いの時、井戸っ子の水を全部汲み取り、権ン様に祈り、集落に戻ってくると雨が降ると言い伝えられている。また、暴風雨の時には、白い絵馬を七座神社に奉納し、干ばつの時には黒い絵馬を奉納したとされる。七座郷土市でも、阿蘇地区では家ごとに一人出て太鼓を打ち鳴らし、雨乞いをする行為が記録されている。ただ、 戦後はこの行事も途絶えてしまったと記されている。ホッケの岩屋は、根源の岩屋から徒歩で、南約10分程度のところに位置している。岩屋の上部には、穴が岩一面に形成されていて、蜂の巣状になっている。岩屋の中には、岸も神と刻まれた石碑などがあり、かつて主験の場として利用されたと思われる。七座山を信仰していたのは、 七座山から東側の人たちで、もともとは北秋田郡の地区の人たちであった。この地区は二つ一町と言語や信仰が違っていたという。七座山の東方の麓には天神層があった。これは1932年に天神著木場の事務所及び宿泊施設として建設された。1963年に事務所は廃止され、 福利厚生施設として利用された。1993年に閉鎖されるまで、茂古内新王や、北白川房子高松の宮信人新王、三空ひばり、大阪四郎、辰巳隆太郎などの有名人も宿泊した。1997年5月7日に、秋田杉をふんだんに使った近代遺産として、国の登録有形文化財に登録された。その後水害によって、 被害を受けて2008年取り壊された。天神層があった位置から南方に移動し少し登ったところに山の神社がある。1930年に七座エリンと天神貯木場の新設工事にあたり、工事と作業の安全を祈願して作られたものである。山の神社はコンクリート作りで内部には大仙津謙信の像が安置されている。天神層から北方に 少し移動して少し登ったところには宝物庫があったが現在は廃墟となっている。天神著牧場は七座エ林所天神著牧場として七座山の東部山麓に開設された。開設は昭和6年で面積は6.18ヘクタールであった。当時は関東大震災の復旧などから木材需要が大幅な伸びを見せていた。そのため、良質。 有料材の方向であった昭和二川流域の森林の利用活用を目指したものであった本格的な作業は昭和7年から開始されているが同年に発生した大洪水により丸太の大部分が流出したこのためかさ上げ工事が行われその昭和22から25年頃の最盛期には常時120人から200人職員従業員が働き 東洋一の大貯木場と称された。その後、生産量の減少と陸運の整備発達により役割を終えた。現在でも貯木場として少量の木材を貯木する場所とはなっているが、往年の賑わいはない。また、天神貯木場から野代港まで丸太をイカダに組み、輸送するイカダ流しが戦前から戦後にかけて行われた。その後、道路や、 立橋の整備やトラックの性能向上で天候に左右されるイカダ流しは昭和39年に姿を消した。昭和7年から8年の笠上げ工事の際に七座山の登録で米城川の川岸から200メートル離れた水田から3.6メートルから5.7メートルの埋没住居跡が3頭発見された。発掘現場は 米城側から5メートルほど高いところで、家屋は土間と床の間が区別され、釘は使用されていなかった。屋内には、薄や敵根、素焼きの瓶、曲げ物などがあり、アイヌ人の遺跡とみなされた。これは、後に発掘された、クルミカン遺跡と同様、平安時代初期の戸和高残大噴火による、シラス洪水で途中に埋没した家屋とされている。写真の通り、 七座山のふもとの平坦な場所には松並木がある。これは宇宙街道の一つのルートとして旅人に利用されていたルート沿いに立ち並んでいる。このルートは川の対岸からまっすぐ船でこの松並木の場所に渡り、そこから小津ぎ集落の対岸まで歩き、さらにそこから船で小津ぎに渡るルートである。1881年の明治天皇の東北巡行に際し、 富士こ川に橋が架けられこのルートの必要性はなくなった。七倉山岩旦登山七座山は縦横に登山道が整備されており、低山ながら一気に山頂を目指すコースからピークを縦走するコースまで多彩なコースを選択することができる。溝には展望台が作られており、そこから雄大な景色を見ることができる。 七座神社の川向かいの登山口から約20分程度で展望台まで登ることができる。ただ、このコースは登り始めてから少し進むと、コンクリート作りの建物の跡があり、この先は行き止まりになっている。この建物の跡は、天神層の宝物庫の跡である。天神層に泊まった人は、この宝物庫と山の神社を案内されたとされる。 天神草跡地から権限様と北家の岩屋を通り、山頂を通って展望台に至るルートは約1時間程度かかる。毎年正月には七倉山岩丹登山が行われている。これは二津井さんの会が主催している企画で、元日の朝8時半に二津井駅前を出発して、人と船方面から七座山に登るものである。山頂で神事が行われ、 銀南神社か七座神社まで移動する。高岩山、七座山とその周辺、二つ一町志向、ナンバーワン八、二つ一町教育委員会二つ一町市、編纂委員会二つ一町市。ありがとうございます。